よ。あー、子猫ちゃんいらっしゃい。ハンバーガーありがとう。子猫ちゃんいらっしゃい。はい、おはよう。おはよう。鳥さん、雨すごいな。ずっと雨降ってんな。おはよう、子猫ちゃん。おはよう。ずっと雨降ってんな。まあいいけどね、別に。いやー、レベルマックスなの？そうなの？え？はい、おはよう。配信開始5分間のサメは気持ち悪い。はい、ブロックです。はい、おはよう。暗い、そう。ちょっとね、起きたばっかだから。関東では笑いの雨が降ってるみたいな。いや、降ってないよ。はい、おはよう。いや、だから雨降ってるって言ってんじゃない？今それ言ったじゃん。雨降ってるから出ないって言ってんじゃん。雨降ってなくても出ねえけど。寒いな、寒くなったな。まあまだちょっと肌寒いぐらいで、そこまで寒くはない。はい、おはよう。また寄り目が分かれる台本でガチ恋ババアたちからシーティングしとる。まあもう何でもありなんでしょ。何でもありなんじゃない。まあ別にいいんじゃない。それで花火が飛ぶんだから。見てない見てない見てない。起きてお米研いで、お米炊いて、うんちした。で今配信してる。たまにアップでこっち見て。それができないんだよ、めんどくさい。ああ、そう。まあいいんじゃない。もう要するに、ああ、花火ありがとう。ああ久しぶり。大丈夫か。 DM 見たよ。でもね、女なんていっぱいいるんだよね。俺だって、ね、1年前失念したけど、俺は配信を休まなかった、ね、強く生きなさい。そんなもんどうでもいいから。ハートありがとう。うんちした。すげえ、なんかキーマカレーみたいなうんち出た。あ、よりものしたらよかったじゃん。いや、あのね、ホームレスで辞めれるでしょっていうか、家の契約ができなかったら辞めれないよ。風船ありがとう。おはよう。そう、カインは失恋野郎だ。よりもどうしたらあれだろ、泣きながらあのすがったんだろって言ってる。ダッセーな、オカマ野郎がよ。ダッセーんだよ、お前のやってることはよ、バーカ。変態小説家がよ。はい、おはよう。ウォーキングデッド何も見たよ。テンはね、うん、あの正直今見た目、あの見てない。猫マフリーだといらねえよ。12月会いに行く。あ、そうなん、よかったね。はいはい、すごいすごい。はい、おはよう。あ、すごいね。別にいちいち言わなくていいから、そういうこと。あんな自慢なの。あ、なんだお前は。あ、なんだお前は。俺に彼女がいねえからなんだ、自慢か。猫マアカウント消したぞ。アピールでしょ、そういう。ね。あの、え、なんのアカウント、ふわっち、ツイッター？ツイッターは1ヶ月以内にログインすれば復活するよ。ふわっちは、ふわっちもなんか、運営に言うんだけど、なんかすれば確かアカウント復活したと思う。いや、わかんない、俺。ツイッターもふわっちもアカウント消したことないからわかんない。まあ、ツイッターに関してはあるけど、1ヶ月以内にログインしたら元に戻るよ。だから多分アピールでしょ、そういう。1ヶ月以内にログインするんだから。ね。台本でしょ、今まで台本やって台本やんないわけない。昨日のアナルファックちゃんとの電話、サメちゃんが一番正論でした。もうダメなんだ、あいつら。ああ、いいよ、それで。それが正解、もう。うん、見ないのが正解。くらいな、そう。僕の心と一緒だよ。君に会えない僕の心と一緒なんだよ。君が僕を照らしてくれればいいと思う。14号、僕と契約しよう。14号、僕と契約しよう。元気だよ、おかげさまで。まあ、間違いなく台本だと思う。だからそっち見るって、だから。はい、おはよう。
あーとんでもない、こちらこそありがとうございました本当に。よりめの台本、まあなんだらちょろいリスナーが多いんでしょ。だからそれが台本じゃなかったとしてどうでもよくね、別に興味ないっていうか、うん、っていうかお前のなんかツイッタートゥイート見ねえし、お前の放送も見ねえし、別にいなくなったとこで何とも思わない、何とも思わない、うん、別にね、そうどうでもよくね、そんな別に神様と猫間が別れた、ああそうですか、逆にね、逆にそれがね、あ、じゃあ神様がね立派な彼氏で自慢の彼氏でいるんだったらそういう話になるんだよね。もう普通に考えて、いや付き合ってるのがおかしいなって俺は思うのね、ものすごく。例えば働いててね、まあ派遣でも何でもいいよ、アルバイトでもね、働いて、でそんでなんかすごいその意欲というか、そのね、なんか頑張るぞっていうね、青年っていうか、まあ中年のそういう意識がある人間だったらもう全然ね、別れる別れないっていうのは、まあ喧嘩とかしない限りないと思うけど、どう考えても、え、付き合うのみたいな、逆に、え、だって何がしたいのみたいになるじゃん。はい、おはよう、ネットね開通した、余裕っすよ余裕、ちょろいもんね。なんでかわかる？住民票もあるしね、免許証もあるんだよ、身分証もあるんだよ、だからできるんだよ、勝ち組だよ勝ち組。ファンタスティック来てたよ、あ、よかったじゃん、それは。おはよう、うふふ、寒い、ぶるっちゃうね、会いたかったよ。あ、お疲れ。全然疲れてないけどね、何にも疲れることやってねえもん、ここ何年か疲れること、あ、まあ引っ越し作業は、まあ、まあちょっと疲れたかなって感じだけど、花火上がりすぎ、いいじゃん別にそんな持たねえから、うん、花見の時猫まと出会って春が来たって、いやだから花見を、桜を見て春が来たって言ったんでしょ、ねえバカなのかな、花見ってワードで春が来てるでしょそこで、何なの君は、そこまで捏造すると俺もう泣いちゃうよそろそろ、この服トレーナー泣くよ俺、花見のワードで、ハードありがとう、引っ越し疲れた、花見のワードがあるのに猫間と出会えて春が来たって言ってるんだよお前、歪曲しすぎだよそれは、うん、ツイッター削除してくれる、え、何猫間と喧嘩したの、台本台本 100% 台本 100% 台本、いやいいんだよそれが事実として、そうパソコンはかかってた、事実だとしてね、うん、台本でいいんだよ別に、うん、みなしてんだよ俺は、あ、台本でしょって、別にそれがガチでもね、本当に溺れてる人がいても俺はその溺れてる人見て、あ、どうせ演技だなって俺は判断して沈んでいくところを見る、うん、だってそれ沈まなきゃわかんねえじゃんこっちは、台本かどうか、今タトゥーが似合う似合わないんじゃないからね、うん、バイさんと電話してたじゃん、は、何の話、俺猫間に、猫間と出会って春が来たなんて一言ってか思ってねえよ、うん、桜が咲いてんの見たから春が来たって言ったんじゃないのそれ、え、バカなんじゃない本当に、春が来るわけねえだなお前、極寒の冬だよお前、冬将軍ね、冬将軍、いや、わかんない。見てないからわかんないですよ、ね。このアングルね、やっぱね、落ち着くよね。そばにおいで。アナルファックちゃん、信号無視。もう、驚きもしない。あ、もうなんかすごいな。調教された気持ち。組長と、アナルファックちゃんに、完全に俺調教されてるわ。もう驚かないもん、それ聞いても。へぇ、だよね、みたいな、ね。お前の方が可愛いよ。頭の中が春なんだよ。はい、ブロックでーす、うん。ごめんね、空耳でしたね。いや、違った。だから、俺は桜を見て春が来たって言ったんだよ。間違いなく、集金だと思うよ、俺は。うん。でも、別れる別れないってなんか必要今。っていうか、お前、ホームレスごっこやってるんだよ、うん。間違いない感じでしょ。でも、もうそこまでして、花火を求めるっていうのは、多分、相当余裕がないのかなって思う。
まあかわいそうな人なんでしょう、きっと。本当にああいう豆腐美味しいね。わかるわかるわかる、わかりみが深い、ものすごくわかりみが深い。それ、まあ、鍋の季節がやってきた、やってきたなんつってね、俳優補者ここ数日で2人出てるし。え、そうなの？組長と誰？ああ、何なんだろうな。まともなのは俺だけか。ホロミーやで。何やってんだよ。え？飽きたんだけど、じゃあ見なきゃいいんじゃない？別に。じゃあ見なきゃいいんじゃない？はい、おはよう。だってそれしか言えないじゃん、俺。逆に。別にお前が飽きたって言ったところで、俺別にお前のために配信やってるわけじゃないから。おう、何もしないよ、改善しないよ、俺は。ごめんね、お前一人のためにそんな時間費やすのもったいないし。お風呂、3日に1回、4日に1回入ってるよ。お金もったいないもん。別に、俺、働いてないし、家から出ないから、まあ別に買い物行く前に入ればいいか、みたいな。そんな感じ。めぐみやったはず。あ、そうなんだ。不法侵入でってこと。まあまあいいんじゃない、別に。接客大事だよね、ほんとめっちゃ大事だと思う。なんで近所のおばさんみたいなギター違うの、知らない、そんな知らねえよ、考えたことない。まあ別れたとか言うけどね、まあ半年経たないと分かんないよね。今の段階でその別れましたってのがガチか台本かなんて判断できません。そんなね、1日2日で判断しろなんて不可能だから、とりあえず半年様子見な。え、新聞載ったの？ああ、そう、まあ新聞には載るか。でもどうでもいいよ、お前。ブロックするよ、次。お前みたいなやつ嫌いなんだよね、本当に。もうね、時間が経たないと、もうね、俺ね、もうね、懐疑的になっちゃったから。いや、だから起きたばっかだって、昼間じゃねえだろ、まだ。まだ昼間だよね。ブロック、じゃあブロックするね。何の戸惑いもなくブロックするよ、俺。あ、まだ開けない開けない。だって雨降ってる。組長どうなんの？いや、4パチはまずで、な、あの、確定、もう、交流決定は確定だと思う。ほぼ。甘くないと思う。いや、酒気帯びとか飲酒って、まあ、事故とか起こさない限り、そんな重くないのよ。言っちゃえば、ほら、飲酒検問とかで、アルコールが出ましたとか言うと、代行呼んで帰ってとか、そういう感じ？多分、4パチで出るっていうのはなかなかね、罰金30万昔ね、50から100でしょ、多分。良くて50、悪くて100だと思う。だから事故起こしてるからね。ふっくらしてる、ほんと。君に出会えたからだよ。そう。だから多分、まあ、どうだろうね、もうこれ。いや、わかんない。交通刑務所もあるかもしんない。前の歌。アナルファックにターゲット絞ったって聞いたけど、ほんと。いや、言ってる意味が全然わかんない。興味ない。そもそも。なんて言うんだろう。俺ね、無能に興味ねえんだよ。ほんとに。無能に費やす時間がないなって最近気づいた。交流。後の方だね。交流は。レンタカー修理代ってどのぐらい取られるのかな。まあ、修理代だけで言ったら、まあ多分廃車だと思うから、極端な話、もう4、50万。わかんない。ちょっと。風邪ひかないように。甘くないな。ほんとな。ほんともう、懲役でいいと思う、俺は。でも、ただ、その後の営業保証。ね、その車が廃車になったことによる、まあ、損失の補填とか考えると、まあ、100万ぐらい見といた方がいいかもしれない。そう。てか、俺はもう基本、女は無能だと思ってるよ。オカリナも無能だったし、あいつバカなんだよ。どうでもいいよね、別に。監督が別れました。どうでもいい。台本でもガチでも何でもどうでもいい。バカ。だから飲酒運転やってんだよ。面積なんか降りるわけねえだろ、バカ。だから連絡は保険入ってて、じゃあ飲酒運転やって、なんで保険が効くんだよ。効くわけねえで。メントリーだよ。罰金高いね。どうでもいいよな。ね。なんで保険が降りるの？ね。相手には降りるよ。ね。被害者っていうか、まあ、そのぶつけられた人がいて、その人には降りるよ。自分に降りるわけないじゃん、飲酒してんのに。
甘いんだよ考えが。結局今回のいろいろなお金もママモとテラポで補填されるもんね。それは反省しないわね。だって自分は痛くも痒くもないわけじゃん。別に懲役入ったりさ、拘留されるだけでしょ、うん、ね、だからやるんだよ。